まあ、ハンモックを張れないことはないですね。よいしょ。ああ、こっちはちょっと太い木がないんで、ハンモック張るならあっちなんですが、もし貼るならこっちなんですけど、まあ今日はハンモック泊にするか、タープ、蚊帳を持ってきたのでタープ泊にするかを、まあ現地に着いてから考えようと思ったんですが、ちょっとあっちの奥がちょっとせり出していて、緑がすごいっすよね。気持ちよさそうだな、景色も良さそうなんで、ちょっとそっちまで行ってみます。でにキャンパーがいたり、セーフ。ちょっと風はあるんですけど、どうしようかな。ハンモックと違ってタープテントを張る場合は床はなるべく平らな方がいいので、床を気にする必要があります。まあ、こことかがいいな。いいっすね。本日の釣り場兼キャンプ地に到着いたしました。ここは緑があるんですけども、あっちの湾と逆の湾の間にあるせり出したところです。で、この前はドーンと海です。風がすごい気持ちいいです。で、本日は寝坊してしまいまして、この前であれば昼ぐらいに到着して釣りをして野草を取って料理をしたかったんですが、なんと1時に起きてしまうという、12時に到着するつもりが1時に起きてしまうという失態を犯しまして、今もう4時です。まあ幸いなことに夏ですので、まあおそらくあと2時間を立てて、そして釣りをしたいと思います。まあちょっとだいぶ割れて弱いワシだけは今一本見つけたんですが、流木が全然ないですね。流木が全然見当たらなくて、ちょっとやばいな、大丈夫かな。タープを張るのも料理をするにも木がないとまずいので、あの辺ちょっと落ちてるかな。ああ、木じゃないですね、鉄ですね。どうしよう。
ない場合はまあ岩を利用してなんとかタープだけを張って寝たりするんですが、テント持ってくればよかったな。これちょっと今日は慌てて出てきたので、アフレモンとかすごいな、すげえでっけえトリウスコンビですかね。こんにちは。でっか。でかい。いやそんなことする場合じゃない。コンビをずっと取ってる場合じゃない。うん。ああもう鉄だよこれも。これも鉄ですね。まあこれは。けどね、なんかプカプカ浮いてる。プカプカ浮いてる。あれは？これは？おお、木だ。明日これで帰るんで、この靴は濡れたくない。でもあの木欲しい。遠ざかって言ってる気がする。いや靴履き替えてくるか。駐車場まで。それとももうこの靴を濡らしてしまうから。いやこれ一日じゃかわかんねえよな。行くか。もう濡れた。もうダメだ。うわーい、諦めやすい。木の棒を手に入れた。木の棒を手に入れた代わりに乾いた靴を失った。よいしょ。あ、結構重いな。しかもおん、割としっかりしてる。いけるかな。あーちょっと怖いけど、ちょっとこの辺怖いけど、うん、よし、この2本を主軸にしよう。ライトタップ 3×2.9。 いや時間かかった。とにかく常に風がブワーッと吹いているので、どういう張り方をしようと思って、まあ迷った挙句、まあ、A フレームというか
こういう感じになりましたね。で、風強いんで、ここは2箇所から止めて、まあ、この支柱がずれないようにしてます。で、風が来て、後ろをですね、完璧に閉じてしまうと、もろに風を浴びちゃうんで、風の通り道として、風が抜けるようにしました。綺麗ですね。いいんじゃないでしょうか。これ常に微風が吹いてるんで寝るの気持ちよさそうですね。疲れた。これ最高。アクエリアスの最初から凍ってるやつ、冷凍ペット。いやー、初めて買ったんですけど、もう最高の発明品です。よし、では釣りに、これ全然釣る時間ないな。前回は3時間ぐらい頑張って頑張ってやっと、それでも大したことないんですけど、やっと釣れたって感じなんで、こんな時間ないので大丈夫かな。よーし、ここはどうかな。どこやったらいいか全然わかんないな。だね、何をしていいか全然わからん。うん、カニいっぱいいる。カニの100倍ぐらい船虫がいる。あー、なんか食ったよ。いや、今ので食われたな、多分。ないな。ググンって言いました。坊主の予感。坊主の予感がする。あ、違った、バレた。え、何だった今の、何だった今のは。僕ぐらいの初心者が魚を釣るには時間が足りなすぎたですね。うん、さあ、どんどんワームが見えなくなってきた。暗くて、これはやばいな。無理。お酒飲もうかな。今7時半です。結構暗い感じですけど、実際はまだもうちょっと活動できるかなっていう感じです。で、まあ、ここ有名なんですかね。あっちに
こに知らない人がいます。で、逆側は映んないかな。この辺りに、この辺りに3つぐらいテントがあって、なんか何やってんだろうな、カヤックかなんかですかね、方々が、まあ知らない人ですけどもいます。今回こんなの買いました。ランタンです。見えるか、こうどうしたら見えるんだ。キャンピングランタンモバイルバッテリー付きと書いてます。 Amazon で買いました。安かったかな、3000円ぐらいだったと思います。で、僕あのスノーピークさんから出てるホオズキを使ってたんですけれども、まあ壊れるんですよね結構。で、まあ夜中使うもんなんで、まあ落としちゃったりとかそういうことがあるんで、まあかっこいいんで使ってたんですけど、まあその暖色系のすごい柔らかい光でだったんですけども、まあ壊れやすいのと、あとちょっと使いづらいっていうのがあって、あと高い、ちょっと高いんですよ。1万円近くするんじゃないかな。んで、まあ似たようなので安いのがないかなと探して見つけました。で、暖色系で安くて、バッテリー式です。これちょっとつけてみます。はい、お、ついた。で、3段階光量があって、うわー、すごい明るい、これ明るい、すごいな。ちょっと、ここはカラビナみたいにこうなってるんで、カチャッとつけれます。ちょっと明るい、すいません、僕入っちゃう。つきました。いや、すげえ明るい。わ、これはすごいわ。ですね、明るい。この段階でもうここでなんか料理とかしたりする場合、料理とかをここで、こうか、こんな感じで、こんな感じでここでする場合全然問題ないですね。で、光も柔らかい、白っぽい光じゃなくて暖色系の光で、これね、つけた段階ではね、ハイ、ミドル、ローのミドルなんですよ。ミドルでこれなんですけど、もう一回ちょっと次ハイにしてみます。あ、違うか、次ハイかな。あ、これはローですね。もう壊します。ハイ、明るっ。これさっきと伝わってるかな。めちゃめちゃ明るい。これすごいわ。あ、これ点滅、あれゆっくり点滅。これが、ミドル、ロー、ハイ。これミドルで十分っすね。でもハイの方が、ハイめちゃめちゃ明るいっす。でもバッテリーなんで、うん、ミドルで十分。いや、これすごいな。ちょっと、Amazon リンク貼っておきます。これ撮影する人はいいですね、夜多分。で、バッテリー式で、はい、一番、電力使うモードでも7時間ぐらい持つと書いてあったので、これミドルにしたらもっと持つと思うんですよ。なので今日これずっと
夜つけてみたいと思います。これ明るいわ、すごい花火上がってますね。夜でもちょっとせっせ動いてると暑いっすね。いや釣れなかったですね。まあ釣り初心者で下手くそなので仕方ないんですけども、やっぱどうしてもですね、前日準備している段階ではですね、ものすごい大きいサイズの魚を釣れるはずだと勝手に思ってるもんですから、釣れないとやっぱショックですね。今日はですね、まあ見ていただいた通り釣れなかったので、こちらカレー、缶詰のカレー、これとご飯を食べようと思います。30分水につけます。ではお米を水につけてる間にビールいただきます。これはアサヒ春麗辛口、春麗ドライって書いてます。いただきます。あーキンキン、いただきます。あーうまい。あーおいしい。あー疲れた。はあ。30分経ったので火にかけます。でこういった屋外でお米炊く場合は
火力の調節が難しいので、お米の炊き方としては強火が一番いいと思います。強火でガッと炊く。なので、まあ多少なりとも調節しやすいように竹ですね、今回は。で、竹がない場合、山の場合は松の葉とか、細い枝とかをたくさん用意して、で、火力を上げます。よくこう赤子泣いても蓋取るなとか言いますけども、結構頻繁に蓋は取ります。まずはこのように強火にかけて、で、沸騰してくると、この下の部分から、水が沸いた、お水がブワッと出てくるんですけども、それが出てこなくなったら開けて水分量を見る。で、もうちょっとだなと思ったらもう一回かけて、また水分量を見るっていうのを繰り返して、水分量がなくなってご飯がツヤツヤしてきたら完成なんですが、このやり方をやるためにはお米にきちんと水を吸わせないといけないので、必ず30分以上しっかり、水につけることが大事です。とか言って今日失敗したらめちゃくちゃ恥ずかしいですね。いやー、右の腕からも左の腕からもすごい楽しそうな笑い声が聞こえます。やっぱ夏は多いですね、キャンプやられる方が。まあ一般の人にとってみれば、キャンプシーズンと、まあ、いうことだと思うんですが、僕みたいに一年中キャンプ行ってる人間からすると、秋冬とかがキャンプは一番楽しいですね。ウイスキーの水割り行かせていただいてます。ぼちぼち良さそうなので、お米を開けてみたいと思います。いきます。おお、いいじゃないか、いいじゃないか。ちょっと焦げ、あ、ほんの少し焦げはある。いい具合。ちょっといただきます。ツヤツヤ見えるかな。いただきます。完璧。うまい。うん。最高。じゃあちょっと置いておきまして。
温めます。便利ですね。さっきあの蓋が浮かないように重しとしてちょっとだけ温めといたんで、さあカレーもできたのでご飯にします。どうしようかな。あーでもこうすると洗うの大変かな。いただきます。うん、おいしい。うん、いやこのカレーにちょっと魚を入れてですね、フィッシュカレーみたいにしようかなみたいなことを昨日の時点では思ってたんですよ。おこげうまい。おこげがありました。うん、ここがカリカリでほんのり苦くて最高に美味しいです。はあ、うまい。あーごちそうさまでした。腹減ってたんですね。朝から何も食べてないですね今日は。で起きて車に乗って、ここまで来てずっと釣りをしていたのでお腹減ってたらしいですね。一瞬で食べちゃいました。で焦げついて、まあカレーなんで油ですね。これは洗いません。まあ洗い場があるキャンプ場とかだったらいいんですけども、僕はあまりキャンプ場に行かないのでこういう場合はもうこのまま持ち帰ります。で家で、ボンスターかなんかで綺麗にします。でまあこっちの缶はこのまま、スーパーの袋みたいなゴミ袋を用意して、ゴミ袋で、他のゴミと一緒にまとめて、で家に帰った後に、可燃と不燃とかに分けたりします。なのでたまに洗い物どうしてるんですかみたいなことを聞かれるんですけど、まあ、これはもう洗わないですね。で例えばスープとか魚釣ってまあ、粗汁みたいなスープを作った場合は割と、その鍋が汚れていない場合はウェットティッシュです。ウェットティッシュで拭いてで持ち帰ります。で気になるようだったら家でもう一回洗うというような感じですね。あまりこう洗い物にお水を使いたくないっていうことだったり、あとはまあ洗剤なんてもちろん使わないですし、まあ手間ですもんね。そういうのはなるべく外ではしたくないで、あまりこう環境によろしくないこともしたくないので、まあ簡単な汚れぐらいだったらウェットティッシュでささっと拭いて、これぐらいの汚れはもうこのまま持ち帰ります。僕はそうしているだけということなんで、まあ人によりけりだと思いますが、でまあもう砂浜はもう砂だらけなんで基本的にはもう足はもう砂だらけですね。もうであとは、まあ、カニが多いんですけど、カニの1000倍ぐらい船虫がいます。
で、フナムシは見た目はもう本当にゴキブリに酷似しておりますので、まあ苦手な方は夏場はこういう海の岩場にはなかなか来れないと思いますね。パッと見渡しただけで、見渡した目線のすべてにフナムシがうわーっといるので、嫌いな人は悲鳴を上げると思います。で、川ですね、今んとこ見てないですね。あの蚊帳を持ってきまして、買いました。アマゾンで安いやつ、確か1000円台だと2000円もしなかったと思います。で、蚊帳に入って寝ようかと思うんですが、まあ多分今日、まあ今この段階で暑いので、まあ、風が気持ちいいぐらいの陽気なので、多分シュラフを使わずに寝ると思うので、まあ、そうなった場合にね、あの体むき出しなので、さすがに海沿いとはいえ虫が怖いなと思いまして、蚊帳に入って寝ようかと思うんですが、まあ今のところ多分刺されてもないですね。うん、蚊はいないと思います。聞こえますかね、向こうで花火を、知らない人がやってます。楽しそうですね。もう車のヘッドライトを光光と照らしてですね、花火をしてお酒を飲んでるんですかね。非常に楽しそうです。僕は一人が好きなので羨ましいみたいな感情は一切ありません。ただ火を見つめながらウイスキーをいただきます。はあ、うまい。はあ、気持ちいいですね。気温もちょうど良くなってきました。空には、ま、満天とは言わないですけども、たくさん星が見えます。これ多分ライトを切ったらもっと見えるんだろうな。で、このランタン、とにかくめちゃくちゃ明るいですね。今ランタンの真下にいるんじゃなくて、ランタンから1メーターぐらい離れたところにいるんですよ。それでもこれぐらい見える、まあ撮影にもまあまあ耐えられるぐらいの。これ今ですね、真下がですね、よっ、ランタンの真下はこんな感じですね。すいません、食べ終わりのカレーの容器と、はい、氷と、バッテリーはありますけど、これぐらい明るいんですよ。まあこれ相当明るいですね。見えますかね。で、この場所はまあここに生きた植物が生えてますので、ここで焚き火はしなかったのであれですけども、普段山とかで野営する場合は、このように今ここ真後ろすぐ、タープなんですけど、寝床なんですけど、寝床のすぐ目の前で焚き火をやるので、そうなった場合はこれぐらい明るいですね。すごい明るい。これはちょっと本当にいい買い物をしましたね。で、このランタンを紹介したのが7時半とかなんですけど、今が
23時59分、もう12時ですね。夜の12時ですね。なのでまあ十分持ちそうですよね。でいざとなったら、携帯用のバッテリーが、さっきちらっと映ったバッテリーがありますので、これで充電をすればまた使えると、はい、いうことで、いやこれはすごく便利だわ。めちゃくちゃ明るい。ここで焚き火できたら最高だな。寝床はこんな感じです。かや、いや、これかやね、もうちょっと綺麗に張ればね、足にまとわりつかないんですけど、今ね、両足を伸ばしてかやに入っている感じですね。僕は今ウイスキーを飲んで波の音を聞きながら自分の好きなゲームをしたり焚き火をしたりしていました、最高に気持ちいいです。明日もちょっと釣りをしたいので間もなく寝ます。おやすみなさい。